ーでファッション撮影をプロデュースしたいと思います。スタイリングからセット、はい、そしてシャッターをパシャパシャ切るまで、はい、はい、私たちファッションも大好きだし、はい、写真撮ることも大好きじゃないですか。すごく楽しみです。はい、イエーイ。今回ボーグさんからテーマをいただいているので発表お願いします。 OK、 お願いします。ワオワオ。今回のテーマは、はっ、ダークロマンティック。ワオワオ。Let's get started! このスカートのフリフリな感じ、ちょっと心さん、かわいい。これ、かわいすぎない？これ、あなたのじゃない？ねえ、素敵すぎる。これ、ちーちゃんやん。このライン感めっちゃ好きやん。これ使いたいな。かわいい。これも全部かわいい。かわいいよね。手にいっぱい服持っちゃって。やばいの見つけた。なんですか？え？これちょっとやばくない？やば。これちょっとやばくない？こうちゃん、あなたしかもさ、スカートさ、こういうロングのやつめっちゃ合ってるよね。そうなの、大好きなの。しかもこの中、このね、これ、ね、デザイン、ココナ、これな、ひーちゃん、やばい、これボリューミーの。え、これ私、これひーちゃんじゃない？ちょっとひなちゃん、これこれひなちゃんしか似合わないくらいの。可愛い、重、ロックさもありつつも、こういう感じで。え、ちょっとなんかいいね、ひなた、結構ダーク寄りだね。結構ダーク寄りの、ダーク寄りで、いつもちょっと可愛い感じだから。ダークよりひなたさん、ダークよりひなたを、ダークよりひなたを。あ、ここにさ、ロマンティックあるじゃん。あ、ロマンティック、これそうそうそう、ここにロマンティックがあるから、ピンクがあるから、ひなたがもうロマンティックだから、服はもうダークに。ダークに、ダークよ。ちょっと、それでやっていきたい。足もぴったり、最高。じゃあこれにしまーす。ちょっとフッてやってポーズしてそう。オッケー。さっきピンク合わせた時にめっちゃなんか今日の感じと合うやつだ。本当？すごい。多分ね、ジャケット風になってて、こうやって手を入れるじゃん。だってめっちゃ可愛いじゃん。そしたら多分ね、ここが短いんですね。なので中に何かを着なきゃいけないという。わお。並んでる。いや待って、怖い。実際ね、これだと思った今。チェリーもあなた決まった。ちょっとね、だいたい決まってきちゃったよ。かっこいい。いいね、モード系でいい。そう、やっぱダークだから。確かにダークロマンティック。ちょっとクラシックな感じ。このちょっとクラシックなスーツ、え、めっちゃいいよ。バレンティノさんのに、これかわいい。アンクスタジオの今日はスカートで、いいですね、スカートで。ジリンちゃんのスカートいいからね。こう緑と、もうここのじゃん、こういう感じと、あとこのリボンがもうめちゃくちゃ可愛くて、超可愛い。ちょっと着た時の感じが楽しみ。うん、ウルフさん、あのウルフさんいいじゃない。あの狼さんを持ってきちゃいます。いいと思います。こういう感じね。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。なんかキュートな感じ。めっちゃいいですね。めっちゃ似合う。ジリは絶対似合う。絶対似合う。もう上も決めた？上は決まったんだけど、靴だけ。なんかちょっとこれだってロマンティックすぎるから、うん、ダークちょっと入れたくて、ね、黒い靴にしようかなってちょっと思ってるの。ちょっと私の服に合わせるんだったら、靴決めた。靴決めた。これにします。ちょっとお洋服がリボンとかちょっと可愛いロマンティックなので、ちょっとダークをアクセントしようかなと思いまして。サングラスラバーとしては、ちょっとわかる。ちょっとジュリもこれ持った。あんまりアクセを入れるよりかは、あとタートルネックなのね。だからでもちょっと可愛すぎて、アクセが可愛すぎてね。可愛すぎて迷っちゃうよね。そう、アクセサリーでもさ、なんかちょっとこういう感じで、なんかジリンちゃんも同じもの狙ってるかって。え、これも使いなさい。でもあるここで私は収めるので、あなたが使いなさい。これボン。見てよ、ね。あ、これ可愛いな。どうしよう。え、ジュリン、これ一番。え、めっちゃ似合ってるよ、これ。やばいぞ、これは。はい。これいいんじゃないの。それ、これ可愛いね。うん。はぁ、あ、こういうの好きなんだよね。わかる。このちょっとなんか下がふわっとなってて。え、いいんじゃない。あなたの服に合うんじゃない。ね。もう今日はたくさんカラーを入れて、はい、そうね、好きなものっていう。え、私もそう思った。なんかメイクとかもちょっとなんか色足して、ね、色いっぱい足して、なんかいろんな色を使って、ね、カラフルにもうやっちゃいたい。絶対それがいいと思う、ね、アルファ超可愛い。こんな感じ。 We chose our outfit! イエーイ。決めました。 Let's go change!では、スタイリングが完成しました。イエーイ。かわいい。
ちゃめちゃかわいい、めっちゃ似合ってる、わー、あら、ブルーですね、やばいですね。ポイントの方はもうまさにこのコートちゃんでございます。わー、はい、かわいい、パールもつけました。かわいい、ロックとかもめっちゃゴージャスな感じですか。わー、ダークロマンティック、あら、あら、素敵、素敵。このスカートかな、おー、かわいい、超かわいいスカート、かわいい、ダークめが多いんです。確かに、うん、このヘアスタイル、ちょっとメイクでちょっとキュートセクシーさ、これもかわいい、ここ、ね、このポイントかわいい、そうそうそう、手袋もね、ポイントです。ロマンティック、ひなたのダークロマンティック、ジャンジャン、いけてるね。あら、いつもスカートあんまり履かないんですけど、はい、スカートでちょっとロマンティックさを出しつつ、今日は前髪をつけてちょっとロマンティックを演出してみました。素敵ですね。そしてダークにちょっとクラシックな感じでジャケットとサングラスをつけてます。お気に入りポイントいっぱいあるんですけど、このブーツかな、ね、すごい可愛くない？私はもうロマンティックすごいベースですね。リボンと、だけどポイントはここの指輪、もうダークさかな、え、なんかサイボーグっぽい、サイボーグ、なんかジュリアっぽい ね、めっちゃ好きな感じ、本当になんかブーツがめっちゃかっこいいし、ね、かっこいいよね。ファーでちょっとこのダークのロマンティックを表してる感じ。ピンクってあんま選ばないんですけど、ちょっと今日はちょっと新鮮な私を見せたいなと思って、ちょっとポニーテールなんかもしちゃって、ちょっとロマンティックな部分をお見せすることができました。私はじゃあ、あのプレゼントとしてここにリボンをつけてきたんですけど、もうこれがもう私のポイントでございます。髪の毛もリボン、あ、気づいていただきましたか。はい、ちょっと形が似てます。リボンちゃんがこのお靴が気に入ってて、見てください、めっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛 い、なんかすごい、ここでダークロマンティックっていう感じが出て、私はすごいお気に入りとなっております。うわ、素敵、プレゼント、素敵、ピョン、ちょっとファーですかね、これもファーですね。一番最初に見に行くのがこのビッグファーでもこのサングラスも置いてあるんですよ。これつけた瞬間ゴージャス感、すごい、あら、という感じでこれもポイントになってます。でもこの靴もめっちゃ好きなんです。ここがトーンがめっちゃ揃ってるんですよ、この下で。うん、シューズがめっちゃいい。はい、あー、では素敵なお洋服を着たので、はい、試してみましょうか。やった、 OK、 レッツゴー。私この毒リンゴ使いたいな。これはちょっと動かしますね。リンゴリッチ、誰が使いすぎ、かわいいよ、あ、これだ、あ、かわいい。この子も下とかにします。まあ一旦ここに置いといて、見て、見て、かわいい、かわいくなるみたい、かわいい、ナイス、ジュリア。じゃあ、生やそうか、生やそう、生えてるみたい。なんかピンク入れたい、楽しい、こういうのやってみたかった。ちょっともうちょっとこっちにしよう、もうちょっとこっちにしよう、前に持って、若干ナイスです。なんかジュリアそこにいるのも可愛いね。え、ね、え、リボンナイス、ヒナも同じこと考えてた、可愛いよ、めっちゃいい、ね、伸ばすしたらなんか適当バイブ、なんか適当バイブ、どれからやってみる。で、ちょっとシンデレラバイブと、はい、シンデレラバイブね、はい、ちーちゃんどうやってやろう。これはこれ、え、めっちゃ可愛い、ナイスセンス、すごっ、やっぱすごいな、やばいやばい、超かわいい。鳥さんこと、ねね、鳥さんさん、やっぱり上に、ね、やっぱ鳥さんは上のべきだよね、うん、そうだよね、かわいいじゃん、めっちゃかわいい、ちょっと楽しそうな、どうどう映ってる、ね、並んでみます、一旦そうしよう、そっからちょっと微調整をして、そうしてみますか。で、ジュリアさっきみたいに前に行ってみる、かわいいかな、ここら辺に行く、いいんじゃない？おお、ね、パープルも赤、レッドで撮って、おお、いいじゃない？いいよ。一回テストしてみますか？します。3、2、1。おお、あ、でも結構あれだね、
薄く飛ぶ感じだ。パープルとかがめっちゃ見えやすいかな。ブルーとパープル混ぜた色お願いいたします。おお、あ、すごい、それいい。やっぱ青、青いってみようか。いってみますか。3、2、1。ス、おお、やっぱなんか、なんか色がよく、そうだね、パッて出ますね。そうね、ちょっと最初のインパクトすごかったね。じゃあ、もう一回パープルでいってみよう。パープルで、もう一度。3、2、and a 1、ポーズ。お、いいじゃん。やっぱパープルがいいかな。パープルがいいかな。紫かわいいね。今日は多分パープルなんだね。じゃあ、パープルでいく。いいですか。パープルでいいと思います。始めていきましょう。なんか、ちょっと香水とか持っちゃおうかな。いいじゃん。持っちゃおう。毒リンゴもいいじゃない。あなたは今日バービー。毒リンゴ、ジュリンちゃん持ってた。あ、持ってた、持ってた。いいね、いいね。持っちゃって。Wednesday、ね。ちょっと、ミステリアスな。Dark Romantic。ミステリアスファミリーでいきます。じゃ、カメラ。わー、いいね。いいね。あ、ちょっと、もう一回お願いしてください。もう一回、もう一回。そういうのあるよ。そういうのいいですよ。はい。Let's start! Go!おー、いいですね。なんかやってる途中みたいな。あ、そういう感じも可愛い。なんか普通にこういう感じだとガラス拭いてる感じ。前は外向きの方がいいかな。確かに。そうだね。あ、いいね。なんかやってる。誰かに喋りかけるみたいな。あ、そうだね。ジュリーにこのリンゴは食べない方がいいよ。あ、いいね。いいね。いいね。私どういう感じがいいかな。あなたはちょっと香水振るかしらみたいな。そうだね。香水振るかしら。振ろうかしら。そう。で、ひなたはちょっと大胆なポーズで。大胆な。イエーイ。本一緒に読む。本一緒に読む。で、ジュリアはお花畑のプリンセスでお願いします。わかりました。ココちゃんはお花畑。ほらはジュリアの姉で。はい、や、姉で。はい。どうですか今の。どうですか。どうでしたか。おお、いいじゃん。めっちゃいい。あ、なんかいいんじゃないこれ。いいですね。ちょっと見てみたい。ストーリー性があるね。ねえねえ、ダークロマンティックだからモード系も確かに。みんな例えば逆に何もしないみたいな、なんかなんかちょっと無気力みたいな。いきます。ジュリアもうちょっと姿勢を正して。いや、はい。おー、何が面白い。面白い。待って、本当に家族写真みたい。いいね。いいね。はい、いっぱい撮った。たくさん撮ったね。すごい。ダークロマンティックの世界観バッチリ。バッチリ。わー。あ、2枚目好きです。ね。これいいよ。これ2枚目いいね。あ、3枚目好きです。いいね。結構。あ、でも4枚目も好きです。これもいい。3、5、6。いい。これ好き。6、7、6。3、5、6。ダークロマンティックナチュラルで、ね、7人がナチュラルで、ね、なんか美しく出たのはすごいなと思って。じゃあこれにする。いいと思う。これにしよう。こっちにしよう。これにしよう。これかわいい。じゃあ左の写真でお願いします。イエーイ、めっちゃいい。クリエイティブなこと大好きなので、すごく楽しかったです。楽しかった。でも始めたらもう一日中できちゃう。止まんない。すごい楽しかったし、もうなんかお花とかさ、すごい衣装と合ってたし、ファミリーフォトも撮れたし。しかもさ、結構おっしゃってたやりたいって言ってたじゃん。そうだね。自分たちでもうなんかセットとかもうカメラとかなんかやりたいって言ってたから、すごいなんかいいカメラでね、が撮れてすごい嬉しかった。素敵な衣装と一緒に。では、ボーグジャパンありがとうございました。以上、XG でした。バイバイ。ありがとうございました。じゃあ、片付けました。片付けました。 OK。 もったいないけどね。悲しい。楽しかったね。またやりたい。これはじゃあ